もしアルバイトで来た女の先生とかを国語の先生になったらどうかと勧めて売り出したのが有名な。ゼミの場合は最低が確か1万7000円上の人だったらば90分ぐらいで、これ1億円ですよね。それだけで投信に話がかかるわけじゃないですか。そうですね、偶然装ってきて潰してくれって言われたんだよね。そうでは始まりました、もちチャンネルです。今回はですね、スペシャルゲストとして出口先生においでいただきました。はい、よろしくお願いします。はじめましてですけど。はじめましてですよね。はい、当心で同じ時期にいたんですけども、はい、なんか緊張しますけども、もう伝説の講師ですからね。伝説と言われたらなんか過去の人間みたいな。そうですね、まあ半分過去の人間ですけどね。そういえば福崎先生にも言われました、同じように。あ、そうですよね。今ね、 YouTube チャンネルもやられておりますので、4ヶ月ぐらい前から、そういう意味で新米の YouTuber、 もう大先輩で。いやいやいや、とんでもないです。まあいろいろと聞いていきたいんですけども。はい、もう何でも答えます。はい、予備高校生どうしてなろうと思ったんですか。いや、予備高校生になろうとしたわけじゃなくて、はい、僕が予備校で始めた頃っていうのはそんなにまだ予備高校生いなかったんですよね。はいはい、大抵は定年退職した高校の先生がやるとか、うん、大学の講師とかがアルバイトでやるってことが多くて、ね、はい、ありましたね。僕も同じでアルバイトで先輩から予備校の先生の口を紹介されて、うん、やって口にもハマってしまったというか。でちょうど大学院の博士課程出る時に、はい、うちの担当の先生が予備校がものすごく嫌ってたんです、その先生は。おいおいおい、だから予備校一切辞めたらば大学の先生の口を世話してあげると、専任ので、二者択一を迫られて大学の方僕はお断りして、お予備校一本でやろうっていうふうに覚悟を決めた。その時はどの予備校にいたんですか。今ないんですよね、うん、ヒューマンキャンパスって言いまして、はい、今ヒューマングループっていうのがあちこちにいろんな会社を持ったりとか、うん、専門学校とか、うん、ものすごい数持ってるんですけども、はいはい、まあ、今も非常に有名な会社なんですけど、そこが予備校バブルで新設の新しい予備校を作ったら儲かるだろうっていうことで、そこでいきなり国語科の主任やってくれと、全く経験ないのに、そこをやったんですけども、うん、やはりまあ評判が悪くて、はいはいはい、1年目でもう悪評が立ってっていうのは、もともと不動産会社だから何のノウハウもなく電話営業でかき集めて、で嘘のっていうところで、もうそこが僕の予備校の出発点で、翌年教頭先生を辞めさせて代わりに僕が教頭に選ばれて全権を持ったっていうか、本当に倍倍と生徒増やしてって、例えばもしのアルバイトで来た女の先生とかを僕が古文の先生になったらどうかと勧めてやって売り出したのが有名な古文のなんとか先生ですよね。もう一人しかいないと思いますけど。まあそうですね、まあ当時に大活躍した先生ですよね。まあどんな先生なんでしょうね、ちょっと分かんないですけど。あ、そうだったんですね。そこから代ゼミに引き抜かれる。代ゼミが代々木本校があって、はい、名古屋校に進出して、はい、でいよいよ全国展開するっていうことで、西の拠点として大阪校を、はい、作るって、1年目で1万人の生徒を浪人生を集めるっていう、はいはい、まあ、すごい校舎を作って、うん、その時に前年度から、まあ、いろんな情報を集めてスカウトマンが動いていて、はいはいはい、僕が引っかかって引き抜かれたっていう状況でして、うんうん、すごいいい待遇だったんですか。まあ多分僕は一番下の公式級で、はいはいはい、ただコマ数が多かったので、ヨゼミの場合はあの当時ですよ、はい、最低が確か1万7000円か90分で、ああ90分1万8000円で、当時大阪の地元の予備校で一番もらってる人で1万円ぐらいなんですよね。だからいきなり地方のトップよりも一番下が手近いというか、その当時ですね、はいはい、まあ、上の人だったらば90分10万円ぐらいで、でまあ年間1000コマってやってもらうことになってると。それは単純にこう1億円ですよね、それだけで、はいはい、まあ、それにまあ参考書の印税とか、はいはい、まあ、いろんなの入ってきますから、すごい世界だなとその時思って、まあ、夢のような世界でしたよね。生徒もブワーっているわけじゃないですか。そうですね、その景色はやっぱりあれはね、予備校の講師だったら1回は経験してほしかったですよね。二度とないでしょうね。そうですね、450とか大阪、はい、東京だと650が一番大きな教室が満杯で、うん、なおかつ机と机の間にも生徒が座ったりとか、はい、教壇の下にもずっと生徒が座って、はい、もうシーンとしてるというか、だからちょこっと言えば一斉にワッとこう開くという、はい、ああいう劇場型の空間っていうか、あの頃はもう本当に受験生がワンサカいたので、もうないと思います。ないことはですよね。もうヨゼミでももうそんな生徒はいないって聞いてますから、はいはい、いやもう全然僕が言っちゃっていいのかわかんないですけど。
そこで当心に話がかかるわけじゃないですか。そうですね。どんな感じで引き抜きですよね、いわゆる一本釣りしてた頃ですもんね。あれは簡単に言うと僕じゃなくて英語の宮崎孫先生を引き抜きに来たんです。ほいで、たまたま大阪でラジオ講座やってる時にキュープラザホテルで部屋を取ってもらってて、はい、宮崎さんもたまたま同じ時にキュープラザでいるんで、うん、電話かかってきて一緒にご飯食べようって言ってて、まあ仲いいので、うん、あの一緒に食べましょうかって言ったらガチャンと切ったらまたすぐかかってきて、うん、でごめん先約があったのうっかり忘れたって、うんうん、あ、いいですよって言ったら、しばらく考えて、実は東進から引き抜きの話が来て、その人とキュープラザで会うことになってるなと、偶然装ってきて潰してくれって言われたんだね。へえ。でこれ面白いなと思って、その時宮崎さんも僕も東進大嫌いだったので、なんかこううさんくさいというか、でなんかプロレスラーのポスターみたいな感じでこう顔がポーンとなってて品がないし、滝山さんとか、そうですね、あの人たちは四つ身で僕よく知ってるんで、ああと思ってて、先ほど言ってまあどんな先生もそれ映ってますよね全体としてあまりイメージが良くなくて、これは僕だけじゃなくて、まあ当時ヨゼミの先生もみんなやっぱりヨゼミの真似をしてなおかつちょっと品がないようなというふうに思ってたのね。でキュープラザに行って、で、あ、宮崎さん偶然って言って、先約あるならもういいですよって言ったら、宮崎さんがいやいやこっち来て一緒にって言ってこうやってどんどん座って、でその東進の引き抜き最初はえっと顔したのに、僕のことを紹介されたら顔色変わってきて、僕はもう宮崎さんに言われて潰しにかかって、東進はダメですよって、もう先はないですよって言って、まあ東進がダメな理由を全部順番に話をして、だ最初は弁解してたんだけども、途中で弁解できなくなってしまって、もう目が真っ赤になってきて、悪いことしたなと思って、その時はそれで別れたんだけども、で結局まあ宮崎さんはもう当然断りの電話を入れて、と彼から突然僕の電話かかってきて、でこの話を全部副理事長かな、理事長と近づいたけどに話をして返事をもらってきたのでって、で何かって言ったらば、先生のおっしゃることの3分の1は誤解ですと、僕が言ったのは噂を元にして言ってるわけだから、あと3分の1は本当だけれどすでに改善しましたと、で残りの3分の1はおっしゃる通りだから先生が来てそれを変えてくれって言われたんだね。へえ。これ面白い人だなと思って、でとりあえずね会うだけで待ってくれって言ってことで、六本木のステーキハウスに連れてかれて、まあ食事をして、まあそこで僕はもう本音でいろんな話をして、その時に当時ヨゼミはもう本当に最盛期で、そうですね、でまあ東京に来て僕がその年で締め切りの講座ってのがあって、あれがダントツで一番になってて、その時にでもヨゼミは今後厳しくなるだろうなって僕の頭の中にあって、というのは浪人生が減ってくっていうか、そうですね、もうどんどん減っていくってことは当時も分かってるわけで、今はいっぱいだけど減っていくと、浪人生が減ってくると現役生中心になってくる、浪人生ってのは1年1年全部入れ替わるから、に対して現役生ってのは特に塾なんかは小中高とずっとつながってくるわけだから、1年でガラッと変わることがない、大教室で都会ってことは浪人生しか無理だと、となるとおそらくこれから5年後10年後は塾だろうと、でも塾には本当に大学受験を教えれるようないい先生はいない、地方に行けば行くほどいないので、もし東進で本当にいい先生が講義をして、で地方の塾と提携すればこっちがいずれ絶対勝つだろうと僕は思ったので、そこを突っ込んで話をしたら僕の納得できるような答え、つまり今は集めてる先生はとりあえず有名な先生集めたんだけれども、で先生いろんな先生紹介してくださいって言われて、なら面白いと、東進をここで変えることができるんじゃないかなと思って、でまあ思い切ってヨゼミ辞めて、まあ、投資に指摘したという。はあ。その後宮崎さんどうなったんですか。でその後だから宮崎さんが入ってきて僕がやってるのを見て安心して、なるほど、へえ。皇室かなんかで僕がやる時に林先生がパッと入ってきて、で僕の顔を見たら宗先生が東進に入られた年だと思うんで、その時に職員の方が紹介して、じゃあもう板野先生とかですか。